イターまた怪我した。大島また怪我したな。まさにガラスの天才って感じだけど、今回は大島について見ていこう。え？大島じゃなくて私が怪我したんだけど。ほら見て助けて。まんじゅうならなんとかなるさ。怪我は本当になんとも言えないですね。ではまず今回の怪我から見ていこう。川崎フロンターレは大島良太が右ハムストリング肉離れと診断したと発表した。前期は6週間ほどとのことだ。また長期離脱ね。本人が一番辛いでしょうけど、ついこの間も大怪我してなかった？してた。3月30日に行われたトレーニングでも負傷していて、この時は、右側関節靭帯損傷及び右筋尾系靭帯損傷と診断、長期離脱していた。聞いただけで大怪我ってわかるやつ。今回もトレーニングでの負傷だったけど、やっぱり怪我が多いわね。でも怪我が多いとは言いつつ、過去にどのくらい怪我してるの？漏れがある可能性があるが、わかってる範囲で見ていこう。大島は2011年シーズン、高卒ルーキーながら J リーグデビューを果たすなど早い段階で試合に出るようになっていく。やはり試合数が増えるにつれ、最初は怪我が少なかったのが増えていく。2014年には太もも関係。このシーズンはこの1回だけ。あれ？怪我が少ない？2015年シーズンも同じく1回なんだが、次のシーズンからめちゃくちゃ増える。そんなに増えるの？私は専門家ではないので、憶測になってしまうが、2015年にふくらはぎの怪我をしている。このふくらはぎ系、ひらめ筋系の怪我は再発の可能性が高い。多くのサッカー選手がこれでいわゆるスペ体質になっている。そのことから一気に怪我が増えたのかな。と、個人的な憶測だ。2016年シーズンは3回、前年と同じふくらはぎの怪我で離脱している。3回。しかもふくらはぎの怪我。やっぱり再発の確率が高いのね。2017年シーズンも3回の怪我。ここで右ひらめ筋の肉離れや左ハムストリングの肉離れなどをしている。そして2018年シーズンはひらめ筋系を2回、背中、ふくらはぎ、計4回の怪我をしている。めっちゃ怪我が増えた。というか、高齢になってきた。特にこの時はワールドカップのメンバーにも選ばれたが、この怪我の影響もあり、フィールドプレイヤーで唯一出番がなかった。本当にガラスの天才ね。2019年シーズンは3回の怪我、2020年シーズンは1回、2021年は2回となっている。なるほど。これはやっぱり多いわね。大島はみんながわかってる通り、やっぱり天才だよな。パスセンスや技術の高さ、サッカー IQ の高さ。だからこそ、怪我の多さも含めてガラスの天才と呼ばれる。よく比べられるのが、同じく怪我がなければ。と言われた小野伸二だな。小野伸二、宮市、大島は怪我がなければ。で、真っ先に思い浮かぶわ。小野伸二も同じく天才と呼ばれた。大島と違うのはスペ体質ってわけじゃなくて、一回の大怪我。これがサッカー人生を大きく変えてしまった。1999年7月のシドニーオリンピックアジア一次予選フィリピン戦での大怪我だ。これは本人も言ってたわね。ただ、相手選手を非難するのではなく、トラップが流れて自分が悪いって言ってた。結局怪我も必然的なものと語っていたな。やっぱりさ、ガラスの天才とか、怪我がなければ。って思うようになったのは小野伸二の影響が大きいわよね。無意識に小野伸二と比較してしまってるのかも。技術的に優れているからこそ、怪我がもったいない。そう思ってしまうんだよな。皆さんは、大島選手にどんなイメージ、思っていますか？気軽にコメ欄に。このチャンネルは、こんな感じでサッカー全般を取り扱うので、興味がありましたらチャンネル登録、高評価お願いします。とにもかくにもまずは怪我をしっかり治してほしいな。そうね。もう怪我は仕方ない部分もあるから、焦らず治してまたピッチで活躍してもらいましょう。それではまた次回、戦うよ。右上のお知らせからはおすすめ再生リスト、サブチャンネルに行けるようになってます。右側がおすすめ動画、左が新着動画になるので、ゆっくりしていってね。やっぱりゆっくりしていってねがしっくりくるな。そうね。戦うようとゆっくりしていってねは悩みどころ。戦うようでいいだろ。そうね。戦うよう。